沖縄手帳発行人の時間第304回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、最、愚数用中華のビラ、沖縄手帳発行人の前城です。まあ、いよいよ11月も最後になりまして、はい、明日から12月になるんですね。で、沖縄の気象歳時記だと、今日で晩秋が、あ、じゃあ12月1日で晩秋がおしまい、12月2日から沖縄にも冬がやってくるっていうことになってるんですけど、今日沖縄の天気はとてもいい天気で、青空でポカポカしてますね。気持ちいいですね。そうですね、ちょっと曇ったり晴れたりしてますけど、うん、今はたまたま晴れてます。はいはい、実は今朝も海に行ってきたんですけどね。泳いだんですか？泳ぎました。おー、その時はちらちら吹き雨が降ってたんですよ、ね。はい、で寒いかなと思ったんで早めに上がったんですけどね。今ぐらいの天気だととても気持ちいいですね。海から上がった後爽やかですよ。おー、また泳ぐ。あ、そうだね。はい、分かったのが、はい、海に入っての冷たさは干潮満潮が一番影響大きいんじゃないかと思いました。へー。なぜかというと干潮だと浅いんでね、結構遠くまで行っても浅いんで、はい、表面温度は低いんですよ。うん、それが満潮のところだとある程度行くと海も深くなりますんで、下半身があったかいのを感じるんですよね。うん、はい、ということで新発見です。海の冬の冷たさは干潮満潮が大きい影響があるということでした。はい、どんなぐらい泳がれるんですか？泳ぐんですか？浮かぶんですか？使ってますね。うーん、クロールやると下手なんで平泳ぎやったりで、へー、今背泳ぎというほどでもないんですけど、海に浮かんで空を見てるとか。もう今それをやってる人あんまりいないんじゃないですか？一人いるか、はい、一人そんな感じですね。はい、いいですね。朝からね、気持ちいいですね。だからゆきさんも行きましょうと言ってるんですよ。どんどんハードルが上がっていきます。2日、明後日から冬ですよ。はい、でもまだ続けそうですね、徳さんはね。はい、大丈夫です。はい、沖縄を愛するこの大使、今日もお送りしていきます。番組を通してマジュン沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の暦、ターチウチナークイズ、沖縄マニアは腕試ししてね、ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。クイズのコーナーにもお気軽にご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com です。また YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。そしてサイマル放送、同時放送もお送りしております。こちらスマホやパソコンから聞くことができます。リッスンラジオやマイチューナーという無料アプリで聞くことができます。その中から全国のラジオ局の中から FM ギノワンを選んで聞いてください。はい、去年もありましたけど、小田原市ので、南の原三線クラブというのを主催している吉田さんという人から毎年手帳の注文があるんですよ。私の方に直接作るんですけどね。で送りました。大変喜んでまして、自分も FM 小田原に番組持ってるんで、どうにかしましょうやと言って。何の番組をされてるんですか？沖縄関係、その南の花三線クラブっていう題名で持ってるそうです。
でね、毎年正月版にはあの林健さんと電話で話し合いしてると言ってました。あ、電話で、まあ、収録ですからね。だからゆきさんも知ってるかもしれないなと思ったんですけど、そうなんですかね。まあ、もともと小田原の方でピアノを弾いてたらしいんですけど、沖縄に旅行する機会があって、それからすっかりもう沖縄民謡にはまってしまって、うん、まあ、沖縄民謡の教室を主催してます。でこの手帳が届いてね、その中にあのサンマー裁判事件のことが取り上げたわけですね、はい、説明でちょっと喜んでましてね、うん、このサンモデモクラシーという映画を小田原で上映しようということで計画している段階だったんで、とても良かったですって来てましたね。全国でそういう人が増えてくると面白いですけどね。うん、はい、手帳を通じてそういう方とのつながりも面白いですね。はいはいはい、それではこの番組は山陰札の提供でお送りしていきます。今日の小読み、沖縄手帳から運抜きやびら。沖縄手帳忘れましたすいません、あれ、すみません、ちょっと すぐそこに置き忘れてきてしまいました。今日は11月30日火曜日です。これ新しい手帳ですね。2020年22年の手帳から、もうすでにね11月15日から手帳、新しい手帳にも載ってますので、11月30日旧暦は10月26日水の絵馬の日、大安。過去の出来事は1970年の今日、国会開設80周年で議事堂正門前に県産の大蘇鉄を植樹。そして1974年の今日、沖縄県泡盛同好会発足。1989年の今日、連合沖縄発足。季節ごよみでは晩秋です。メッセージありがとうございます。カープボーイさんから、前城さん、ゆきりん、皆さんこんにちは、はい、今日なんか朝からちょっとふわふわしてますね。あ、すいません、そうですか、私、いやいやいや、ね、ちゃんとやっていきますよ。ふわふわしてます。では次のコーナーに行ってもよろしいですか。はいはい、はい、うちなきゅうです、はい、今日のうちなきゅうはですね、後でテーマで取り上げるんですけど、京浜鉄道に少し手帳あったすいません、手帳ありました関係がある、はい、京浜鉄道遠回しで関係があるんですけど、はい、さて、与那原町には京浜鉄道の記念館があります、はい、でその与那原町は沖縄での京浜鉄道発祥の町と言われているんですよ。はい、でその与那原町に県内ここだけにしかないっていうユニークな条例があります。さてその条例とは何でしょうかってことなんですね。ちなみに本当の方は与那原町ってもピンとこないかもしれませんけど、南部の方の、うん、なんですか、中城湾の下の方というかな、南部の方なんですよ。なんかでも交通の要所ってイメージがあります。ああ、昔ね、はい、あ、なんかでも今も、今も、はい、かな。ちなみに与那原町は人口が、1万、これ沖縄手帳の資料編見ると分かるんですけど、1万9600人、
県内の41市町村のうち18番目ですから下の方なんですね。で、面積がですね、県内41都道府県中40位、つまりビリから2番目なんですよ。その下には、渡名喜村というのが一つの島でありますけどね、それについてとても狭いんです。復帰前の町で市に昇格したいのはここだけなんです。で、人口増加率は7位で 0.87 増えつつあるんですね。これは最近の埋め立てに伴って人口増えてると、まあ、こういう町ではあるんですね。はい、とても小さい町です。日本、沖縄で一番小さい町と言われますね。さて、その与那原町にしかないというユニークな条例は何でしょうかという問題です。ティーチ泡盛で乾杯をしようという条例。あ、乾杯するときに泡盛を持って乾杯しましょうという意味ですか。そうですよね。ターチ大綱引き条例。これは何をするんですか。与那原は大綱引きで有名なんですよね。はい、那覇の大綱引きに負けないという自信があってね、与那原の大綱引きは勝ってちょらさ負けてちょらさという言葉があってね、どっちでもね、きれいさっぱりやりましょうというのがあって、その勝ちづらさ待ちづらさを大切にしようという条例があるんだという話ですね。これ毎年やる。毎年やってますよ。三市は赤瓦大塚を条例、実は沖縄の赤瓦の産地の大部分が与那原町に集中してるんですよ。工房ありますね。赤瓦事業組合のが5つか6つあって、その4つか5つは与那原にあるんです。昔から与那原は赤瓦のメッカなんです。これはなぜかというと、さっき、ゆきさんも言ってましたけど、昔はですね、交通の要衿でして、ヤンバル線でヤンバルから、材木焚き木を運んできて与那原に下ろすわけですね。そうすると瓦を作るためには焚き火がたくさん必要なんで、そこで瓦職人たちが集まったんだっていう話があります。だってその沖縄本島で一番小さな町にしかない条例は何でしょうか。まあ、青森で乾杯しようというやつ、だから大綱引きをちゃんとやりましょうというやつ、それから赤瓦を作りましょうという、この3つのうちどれが与那原町にはあるんでしょうかということです。青森で酒造所が多いんですか。与那原には酒造所っていうのは聞かないんですね。じゃあ逆に怪しいですね。一番が一番ティーチじゃないかな。全然わからないです。与那原町の議会に取材で行ったことありますけど、そんな話はしてなかった。ちなみに与那原には酒造所はありません。どうでしょうか、考えてみましょう。じゃあぜひツイキャスやメールでお待ちしております。答えは最後にお伝えします。黒い椅子の上に黒い手帳置いてて分かりませんでした。ありましたよ。
縄手帳発行人の時間をお送りしております。では今日のテーマに早速いってもよろしいですか。はい、はい、では本日のテーマです。1914年11月29日、那覇与那原間に京浜鉄道開通。はい、昨日の出来事の方になっちゃったんですけどね、それを取り上げてみたいと思います。はいはい、であとは今日の出来事の中では青森同好会っていうのを取り上げようと思いますが、これはちょっと時間切れになるかもしれません。はい、その時は警備員鉄道だけでお願いしたいと思います。沖縄手帳ではずっと11月29日1914年大正4年ということでこれ書いてきました。ところがこれ調べていくとね、2つ出てきたんですよね。で12月1日というのも出てきました。これで調べましたところ、11月29日には開通式典というのが行われているんですよ。で1日置いて12月1日が営業運転の開始ということらしいんです。だから資料によってはどちらを取るかということになっているんですね。で肝心の与那原の記念館には両方書いてあるんですけど、最近は12月1日の営業開始を取り上げるのが多いんじゃないかなという感じがあるんで、これは、まあ、次年度からは12月1日の営業開始日に変更しようかなと思っております。さて、で今もね京浜鉄道というふうに、ゆきさんも話していましてですね、でところがこれも正式に調べてみるとね、京浜鉄道というのが正しいらしいんです。だけど沖縄の人はほとんど京浜鉄道と言いますね。あ、そっか、ちょっと内の穴まりになってるってことですか。はい、まあ、沖縄の方言だと京浜、あるいは京浜ゴアと言いますので、京浜ゴアとは言わないわけですね。だから方言というか内の口で京浜鉄道というのが沖縄では正しいんだろうなと。どうも京弁というとですね、あまりいい印象がないんですよ。あれ子供の時に学校に県弁のうんちを持って行った人と思うんで、それに近いような印象を受けるんで、沖縄風にこれは京弁鉄道、京弁あるいは京弁ゴアで進めていきたいなと思います。じゃあなぜ警備員なのかということなんですけど、これはもう言葉の通りで、本式の鉄道に比べて規格を小さくして線路の幅を小さくしても構わないよということなんで警備員になったわけですね。はあ、小さいっていう意味なんですか。はい、お国内の標準のレールの幅が106センチだそうです。でこれに満たないのは警備員になるわけなんですね。ところが国際規格というのがまたここにあって、これを見ると世界的には 143.5 センチなんですよ。だから日本自体が世界から見ると警備員なんですね。でその中で沖縄は特に狭いという人もあって、沖縄の警備員鉄道はレールの幅が 76.4 センチ、まあ、だいたい警備員と言われるのはこれぐらいが標準だったらしいんですけど、国際規格の143から見るとほぼ半分ですね。だからで有名なオリエンタル鉄道だとかシベリア鉄道というのは多分堂々とした143センチだったんだろうなと思います。じゃあ横幅がとても狭いってことですね。狭いです、はい。まあ、それだけ土地が狭くて済むと、しかしそんなに大きなのは作れませんよとか、そんなにスピードも出せませんよというのは制限があるんですね。何よりも製造コストが安い、作るときに値段が安く作るということだったらしいんです。で沖縄の警備の正式名称は沖縄県営鉄道なんですよ。だからお役人たちは県鉄というふうに言ってたらしいですね。はい、けど県鉄もちょっとイメージが硬いし漢字でしか分からないんで、庶民はやっぱり警備員と、
あるいはケービングワーというふうに呼んでたそうなんです。で、那覇与那原間は全長が 9.4km、所要時間がだいたい32分だそうです。最初の頃は時速が 9.7km、あとちょっと性能を上げて、ガソリンでのエンジンを取り付けたりして時速は15キロに上がったというんですけど、まあ最初は 9.7 キロですね。あ、じゃあ結構なんかのどかな感じですね。のどか、はい、ゆっくりです。ゆっくりと、へえ、閉めた方がいいね。人間の平均的な歩く速さというのがだいたい 4.5 キロだそうです。ほぼ人の歩く速さの倍ぐらいの速さと、人が走るとですね、大人が走ったら大体時速15キロ、マラソン選手だと20キロを超えるということですので、まあ、人間が走ると追いつかれてしまうという速度なんですよ。のんびりしてたんですよね。ですから子どもたちがね、蒸気の音を真似て、アフィーシッタンガラガラシッタンガラガラというね、林を立てたそうなんですけど、足の速い子どもはこの列車を追い抜いてしまうと、で長距離走が得意な中学生たちはいろいろ競争したらしいんです。那覇商業の子どもたちがよく競争したと言われてますけど、那覇駅から用意どんで警備員鉄道と一緒に走っていくわけですね。そうするとやはり人間の方が先に与那原についてしまうということなんですよね。まあこの速さなんで、曲がり角とか坂道に入ると汽車は警備員は遅くなるわけ、スピードが落ちるわけですね。その時に狙ってタダで乗ると。途中で飛び乗れるぐらいゆっくりなんですね。はい、飛び乗る。で降りる時も駅が近づいてきてスピードを落とす場所がありますので、そこでパッと飛び降りるということができたというのどかな列車らしいんですね。で最初の路線が那覇与那原間だったというのは、これちゃんとした理由があるんですよ。まあ、正式に言うと最初は那覇と国場間だったらしいんです。で国場から那覇、今の那覇バスターミナルのところまで伸びていったわけなんですけどね。じゃあなぜ最初に与那原が選ばれたかということなんですけど、さっきも雪さんの話の中で出ましたけど、与那原は交通の要だったんですね。沖縄本島の中北部の木材だとかいろんな荷物はヤンバル船という船を通して、与那原港に入ってくるわけですね。だから中北部の荷物はみんな与那原港経由なんですよ。でここから与那原から首里とか那覇に運ばれるわけですね。でさっきも出ましたけど、与那原は瓦の産地なんですね。でその薪もやんばるから持ってきて、出来上がった瓦を県内各地に運ぶということで、陸路も発達していて商業の町でもあったわけですね。で与那原の隣の西原町には製糖工場があるわけですね。だから西原、与那原と西原を結ぶ、人車軌道人の車の軌道、人が押すという列車が開設したりの馬車軌道、馬車が押す鉄道というのが沖縄市の合わせまで開通したりとかやってるんですよ。馬車軌道とかって何ですか？送迎今で言ったら何ですか、ね、送迎バスみたいな感じ、この馬車が行き交いしている乗り合いタクシー乗り合い馬車なんですよね。実はこの警備鉄道ができたと同じ時期にできてるんですよ、同じ年。で今言ったように私もね、馬車軌道、馬車鉄道というのはどうもピンと来なかったんですけどね。人力馬車とは結構あるというのは分かるわけですね。ちなみに人力馬車は沖縄は全国でも人口あたりで非常に多かったらしいんですよ。人力馬車って何ですか？人力車。あ、人力車、うん、はいはい。でも沖縄人は多かったらしい。公共交通がないから。へえ。人が車持っ
って、うん、そうそう1人か2人乗せて走る走る、うん、はい。ところがあれはですね、あの道が悪いとガッタンゴトゴトするわけですよね、うん、それで考えたのは、じゃあ道にねレールを引こうと、でレールの上を走ろうとへいうふうに考えたのが、あの人車軌道。へえ、あ、じゃあ滑らかに動けるんですね、はい、滑らかに動くと、まあ、トロッコなんかもね、この道の上に引いたレールの上を走っていくと、あいうことで滑らかに走っていくというやつなんですね。でも人が押すもんですから、坂道に来ると降りなさいと言われて、あ、はいはいはい、お客さんも押してくれと言われたりとかいうのは結構あったらしいんですよ。であとは馬車がね、場所も同じなんですね、うん、地面の上にレールを走らせまして、その上を走っていくわけですね。でこの頃には普通の荷馬車だとあのゴムタイヤみたいで走るんですけど、もうあの鉄の車輪で走っていくということで、うん、まあ、ちょっと頑丈で速いとスーッと走っていくというのが馬車軌道なんです。でこの人間の手押し車が走る鉄道というんですかね、うん、馬車が走る鉄道も、はいはいはい、この与那原に警備員鉄道の駅ができたんで、それを中継拠点として西原の製糖工場で合わせも何だろうな、製糖だとか塩だとか、はい、うん、それを取るというためにできたわけなんですね。それで、あとはあの与那原の人たちの仕事で有名になったのが与那原馬車スンチャーというやつで、与那原 の馬車引き妊婦、馬車スンチャーというのはとても有名だったらしいですね、うん、馬車スンチャーの数が非常に多いかったらしいんです、はいはい、だからこういうふうにして与那原はあの交通の要として発展していったわけですね、うん、だから警備鉄道は一番最初に与那原に開通をして、次が糸満に開通をして、次にあの嘉手納まで開通していくという、これ糸満はもう分かると思うんですけど、あの魚なんですよね、取り上げた魚をいかに早く運ぶかということで、糸満駅の汽車ができたと。で嘉手納はサトウキビなんです、キビの製糖を出てきてるんです。ところがこれも余談ですけど、糸満線ができた時に大城幸之内という、まあ、医者で政治家がおりまして、この人は、玉城の大島出身なんですけど、玉城に病院を構えて結構お金も持っていたらしい、でとても強い権限を持っていて、県会議員から国会議員まで行く人なんですよ。この人が俺の地盤を通せということで、那覇から糸満に直行するんじゃなくて大田村に行ってから曲がって戻ってくるという、まあ当時の人はそれを幸之内カーブというように言ったらしいんですけどね、政治力で自分の地盤のところをぐるっと大回して通るようになったというですね。だから昔田中角栄なんかで同じような話があったと思いますけどね。ところがこれが後で災いしちゃうんですね。糸満に行くのにわざわざ大回りしていかんといかんということで、新鮮な魚を早めに売りたい人にとって困る。で当時、まあ、今言いましたように、与那原は交通の要衝でとても栄えていたと、料亭の数もとても多かったらしいんです。で商業も発達をしていたわけで、それで、今ではちょっと想像つかないんですけど、あの綺麗なビーチが結構あったらしいです。白砂間が、うん、で白砂青松青い松があって綺麗な海岸があるということで、うん、那覇からの海水浴場として、那覇の人たちがこの警備員鉄道に乗って与那原に来て、そこで海岸で遊んで帰るというのは結構あったらしいんですよね、うん、でも今はもうなくなっちゃってるんですよね。今って上がり浜、そうそう、あのどの辺が海岸線だったんですかね、今の。あの与那原の古い町並みがありますよね、うん、商店街、うん、向こう付近なんですよ、うん、向こうからすぐ白い砂浜に続いてたらしいんです、うん、でも先ほど言いましたように与那原は沖縄県でもとっても面積が狭いんですよ。それでどん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 なし崩していくうちに埋め立てをやっていって、うん、
商店街のそばの海岸はみんな埋め立てられて、青い砂海水浴場できる場所がなくなってしまった。で、そうなんだ。今別に海行こうって思わないかもしれないです泳ぎにね。特に別に与那原に行こうとはならないですよね。与那原の海はあんまり綺麗という印象ないんですよね。うん、昔はでも綺麗かったと。これで今はあの上がり浜地区っていうのが大規模な埋め立てができまして、その上がり浜地区の海岸の方にはあのキラキラビーチだったかな、キラキラビーチという結構大きな人工ビーチができて、そこが今は人気 の、 あの海水浴場になっているという。でこの上がり浜地区ができたことによって、そこに住宅がどんどん作られてきまして、与那原町の中で一番人口増加が大きいのはこの上がり浜地区なんですよ。あ、キラキラビーチ西原みたいですね。そうそうそう、西原につながってるんですよ。うん、これが、ね、非常に説明するのも訳しいんですけど、西原の中で向こうはあの上がり崎とか言ってるんです。ああはいはい。でもあの 西原西にあるビーチだということで、西原ビーチと呼びたいけど西原の方では東浜ビーチと言ったりする。でも西原の人からしたら東だからじゃないですか。もうみんなこんがらがってしまうんですよはいはい。でもまあ西原キラキラビーチという名称で今は結構人気あります。うん、人工ビーチの中では非常にいいビーチだと私も思います。まあその上がり浜地区の埋め立てが最近できて、あの人口増加率が高くなって、沖縄で沖縄本島で一番狭い与那原町の人口が増え出してきてると、で平均年齢も若くなっているということらしいんです。でその昔こう西原が交通で栄えてですね、料亭も多い、商店街もたくさんある、あの景観地もたくさんあると、その中で西原の人たちが誇りに思ったのは大綱引きなんですね。那覇の大綱引き、与那原の大綱引き、糸満の大綱引きと。で先ほど言ったように、言いましたけど与那原の大綱引きは勝ってちょらさ負けてちょらさと、こんな気持ちのいい綱引きがないと自分たちで自慢をしているぐらいなんですね。さてその京浜鉄道は随分栄えたわけですけど、これも戦争が近づいてきますとあの軍用列車に徴用されてしまうんですね。で、与那原から西原とか合わせに走っていた、馬車軌道、馬車鉄道もですね、この馬自体が軍用の馬として徴用されてしまって、もう走れなくなってしまうんですよね。でその戦争の中でもう跡形もなく破壊されてしまうわけですね。で警備員鉄道の列車も一番大きいのは、あの大きかった大きい事件は、糸満に走っていた警備員鉄道、これはあの軍用車ですから軍人だとか爆薬を積んでいたわけですね。それが原因ははっきり分からないですけど、あの大爆発を起こしまして、積んでる弾薬もろともこっぱみじんに砕けてしまって何にも残ってないと言われています。でその頃のことは警備員鉄道自体が軍の秘密だったんで、どうも詳しいのは分からないだけど、どうもあの自爆事故じゃないかな、間違っての爆発事故じゃないかなと言われてるらしいんです。まあ、そういうこともあるんですけど、警備員鉄道 の、 あの始発線、まあ、終点かな、那覇が始発線とすると与那原は終点で、ここの与那原線だけが黒字だったらしいんですよ。糸満線は大回りしたために、漁民たちはもう場所で那覇に降りるのがいいと、で嘉手納はちょっと遠いということで2箇所は赤字、与那原の木が黒字だったらしいんです。だから随分与那原はこの警備員に対する思いがあるんですね。でその警備員鉄道の開業100周年を記念をして、2014年の4月に元の与那原駅舎を復元して警備員鉄道与那原駅舎展示館というのができていました。これ結構あの
面白いですよ。そのもともとあった場所にですか。はい、もともとあった場所に JA の支店ができてましてね。何の？農協の。ああ、はい。そこをその建物は廃墟になっていたのを JA さんが作り変えたやつなんですね。でその場所に昔の駅舎を復元しましたと。でここ行って面白いと思うのは、あの昔の京浜鉄道が入っていた走っていた時の与那原の町の模型地の縄があるんですよ、ちっちゃなうちちっちゃな人とかいうのがあって、これ見ると、ね、結構ね栄えた町なんだなというのがよくわかります。であとこの、資料館の玄関を出るとですね、おじいさんがね、老人形みたいなおじいさんがぬーっと下から覗いてるんですよ。ちょっとはっと最初はびっくりしたんですけど、名前はサンラーさんという人らしくてこの人は与那原の馬車支車だったらしいんですよ、駅の前には必ずこの馬車支車がたもろしてるわけですね、その人がこの記念会館に入ったりする人の顔をずっと見るんですね、自分の馬車に乗らんかというような感じで。あ、じゃあ今タクシーの運転手さんみたいな感じで待ってる感じ。待ってる感じですね、はい、とてもね迫力のあるあの人形ですから、これは面白いですよ。まあ、ということで戦前は繁栄していたようなものですけど、戦後はね廃れてしまうんですよね、交通の要が与那原というともなくなってしまうわけですね、で、海運も廃れてしまうんですよ。ただね、僕は非常に不思議に思ったのは、あの与那原には復帰前から与那原テックという沖縄では珍しい遊園地があったんですよ。復帰して十数年は残ってたんですね、でそこに行くといろんなあの本土の乗り物のようなおもちゃがあったんですよ。おもちゃというか、はい、メリーゴーランドとか、なんか今ピンクと白のしましまのなんかメリーゴーランドみたいなのあるじゃないですか、はい、あっこですか？あ、ではない、山の上の方ね。山の上の、山の上、ああじゃあ違います。私も行ったことありますけど、今考えるとね、なぜ与那原に、ああいうふうなあの、まあ、当時としてはね規模の大きな遊園地があったんだろうなと思ったら、やはりあの昔の栄えた与那原のイメージで考えると分かるわけですね、ビーチもあって行楽地もあって料亭もあってということなんで、そこに作ったと思うんです。でも戦後廃れてしまって、その遊園地ももう復帰10年ぐらいでなくなってしまったんですよ。まあ、これとかつて美しかった海も埋め立てられてしまったということと、西原中城にあの石油備蓄基地ができたんですね。東洋石油という備蓄基地ができまして、随分大きな反対運動も起きたんですけど、その結果海が汚れてしまったという話も聞いています。だから埋め立てを、片方は与那原川は埋め立てをして、中城西原川はあの石油備蓄基地を作ってしまったと、まあ、今でもタンクは残ってますけどね、それで海が汚れてしまったというふうに言われています。でも上から見たらめっちゃ綺麗ですけど、海岸行くと、あその頃にはあの今の偏座島 の石油基地もできたんですね、であの時もすごい反対運動ができて、当初計画の10分の1以下何十分の1以下の規模になったらしいですよ。あれができていたら、あの備蓄するだけじゃなくて石油の生成もやるんでね、多分相当な公害が起きたんじゃないかなというね言われてますけどね。まあ、ということで、最初の警備員鉄道与那原と那覇が結ばれた日だということなんですね。で与那原はその印象をとっても持っていて大事にしている町だということです。で戦前那覇の子どもたちがアフィー知ったんがらがら知ったんがらがらというふうに、林立てたということなんですけど、この林からが歌になりまして、警備員鉄道節という、まあ、沖縄では有名なわらべ歌になっていますね。これは実際には
その警備員鉄道が戦争で破壊されて17年後、1960年にできた歌らしいんです。まあ、ほのぼのとしたのんびりしたメロディーでね、一昔前の平和な懐かしい汽車ポップを思い浮かべな作ったもんです。内地では汽車はしっぽしっぽで、沖縄はアフィーガッタンゴットと少し違うのかなと思いますけど、これを聞いてみましょうか。はい、フォーシスターズで警備員鉄道節です。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。今日は警備員鉄道についてです。はい、はい、まあ、続けていきましょうね。まあ、警備員の話を主にいたしましたけど、沖縄ではその前にもいくつか鉄道の計画があったらしいんですけど、いずれも失敗してます。これはお金が集めきれなかったんですね。それで警備員という安上がりの鉄道ができるよということになって、県が中心になって県営鉄道としてスタートしたということなんですね。で、この警備員鉄道ができた年のちょっと数ヶ月前にチンチン電車もできてるんですよね。路面電車ですね。那覇の久米と首里を結ぶ、これ 5.7 キロですけど、路面電車ができたそうです。これは電気を使うんで、作ったところは沖縄電気、電力会社です。電力会社が作ったんですけど、あまり経営は良くなくてですね、いろいろ苦労した挙句消えてしまったということなんですけど、久米から首里ってどういう人が利用するんですかね。はい、まあ、那覇から首里に通う人、首里から那覇に通う人なんですけど、うん、まず言われたのは、那覇の人から見ると首里は歩いて行ける距離ですよっていうのがあったと。はい、はい、それから首里の坂道をね、このチンチン電車が登るときに相当苦労したらしいんですよ。うん、で、人が多いときはお客さん降りて押したらしい。意味ない。坂道が乗りたいのにね、はい、意味ない。とゆきさんが言ったどんな人が利用したかということなんですけど、これね、読んでて面白いなと思ったのは、一番なんて言いますか、乗客が多かった基地がね、ステーションがなんと辻町らしいんですよ。辻町のね、 朝一番の汽車が結構多かった、ということは男の人たちが辻町に遊びに行って、うん、そこで朝帰りの時にこの列車に乗ってきたと、うん、いうことらしいんですね。でもここもね、バスができるとそれとの競争に勝てなくなって、うん、撤退をしていったということなんですよ。で、あとはその警備員鉄道が出てくるんだけど、糸満とか嘉手納は、赤字と、与那原だけが中心になって栄えてきたと。で、与那原を中心にして人が引っ張る、まあ、人力鉄道とか馬車鉄道ができて広がっていったということなんですね。でもそれも全て戦争でなくなってしまったわけです。だから沖縄で鉄道は何も残らないってなったわけですね。ここで本当にね、鉄道のことを、鉄道のことを中心にしていろいろ書いてる作家で、宮脇俊三さんという有名な紀行文学の方がおるんですよ。鉄道何万キロだとか、失われて鉄道を求めだったとか、宮崎俊三鉄道紀行全集とか、廃校探検とかで、この人の、私は失われた鉄道を求めてというのを読んだんですけど、沖縄に鉄道がないんで行く気はなかったと。うん、でも廃校シリーズ、なくなった鉄道の跡を訪ねというのをやるようになって、どうしても沖縄に行かなきゃいかん、はいはい、って沖縄に来たらしいんです。で、沖縄にも鉄道マニアというか警備員鉄道マニアがいるわけですね。そういう人たちを訪ね歩いて、警備員鉄道の跡はないものかと、いうことであっちこっち調べたらしいんです。で、全く何もないよと言われながらも、もう数年ですよね、警備員鉄道の跡をいくつか発見していってるわけですね。で、その時に彼が、この宮脇さんが言ってたのがね、これが沖縄の鉄道考古学だといえばって書いてるのがあるんですね。うん、警備員鉄道の沿道沿いをずっと歩いていて、昔の建築の跡じゃないかと思われるのが見つかったりして、早速調べに行くわけですよ。で、
分かったのは、それが沖縄の鉄道の跡を見極めるポイントはね、そこにあの銃弾の跡があるかどうかという人が見えたらしいんですよ。戦後もう何十年も経ってから来てますんで、単なる鉄筋コンクリートかもしれないし、昔は鉄筋コンクリート少なかったんでね、うん、それが戦争で破壊されたものであれば、これ鉄道沿線に残っていれば鉄道の施設だと思われる、はいはい、ということで、新発見、沖縄の鉄道には鉄道の後にはね銃弾が残っているかどうかということで、例えばあるところで見つけたこれ糸満の鉄道の橋のね、あの一部分が残ってたわけですね。これも調べてみると1メートルあたりに弾痕が30個の銃弾の跡があったと、まあ、これは沖縄の鉄道の跡だというふうにやって調べ上げたのが何箇所か出てますね。それ今でも保存されているのもあります。あるいは民間の方が鉄道のレール自体を保管しているというのを調べ上げて、そこに行ってこれは絶対譲らないでくださいねと言ったり、ね、実は戦後ねスクラップブームが起きて、鉄筋類は売れたんですよ。だから残っていた沖縄のレールだとか鉄道の破片というのもみんなそこで売られてしまったという話なんですね。でアメリカ軍は一時沖縄で、鉄道逃走と計画したらしいんですけどやめてるんですね。アメリカ軍から見るともう好きなところに道を通して行けるんで、用地場所も全く気にしないでどんどん道を通すんで、鉄道なんか作る必要全くないと、好きなところにトラックが通るような大きな道を通せばいいということでなくなっちゃったんですよ。で復帰後も沖縄には鉄道を作ろうという話がずっと出てます。今でも出たり入ったり消えたりしてますけど生きてるんですよ。ところがこれ非常に政治的な問題がありますね。沖縄県はずっと鉄道を作りたいんだと、沖縄駅がないんだということを言ってたわけですね。モノレールはできたけど遠隔地の高速大量運輸というのができないと、ところが本土政府はずっとこれを断ってきたわけですね。である時にその話に検討に乗りましょうということになったんですよ。そのきっかけは何かというと普天間基地だったんですね。普天間基地を認める機会にこれを考えましょうと、というか話のきっかけはですね、普天間基地の跡地開発としてそこに、沖縄本島を走る鉄道の基地を設けましょうと、つまり普天間基地の返還跡利用の構造として生まれているわけですね。でそれ今でも来てるんです、今でも毎年沖縄縦貫鉄道についての話が行われてますけど、普天間の返還跡地の中に大きな鉄道ターミナルを作るということになっているわけですね。こう考えるとね、これはねとても実現性がないんじゃないかな。そうですね、辺野古基地が完成するのに十数年、あるいは作っても軟弱地盤があって使えないんじゃないかと、そうすると向こうが作れても普天間基地は返されないんじゃないかとなると、沖縄の鉄道はなんか政治的な夢物語みたいな形になってしまって、どうも食うに食えない話だなというふうなことを感じるんですね。だからむしろ思い切って昔の与那原線みたいに、山丸みたいに海洋交通をドンとやるとか、あるいは普天間を通らないでね東海岸を通っていくのを考えるとか、そんなのやらないといつまでも夢物語で終わってしまうんじゃないかなと思ったりするんです。なんか実に煽らしいんだと思いました。名古屋の鉄道が普天間を中心にして普天間基地を返還を前提にして話されているということがですね、これ分けないともうどうにも進まないですね、建前だけでやってるというじゃないかなという気がするんですけどね。はあ残念ですけど、いろんな問題があるよということです。それでクイズの回答を、与那原に条例、珍しい条例があるということで、ティーチ泡盛で乾杯条例、ターチ大綱引き条例、ミーチ赤瓦を使おう条例、どれが本当にある条例でしょうか。はい、回答はですね、あちょっと待ってくださいよ、カープボーイさんから来てたんですけど、多分1番だと思うって、結構話題になりましたよね、それができたと聞いてきてます、
そうです、これはね一番です。おお、かりゆしデビル、はい、青森で乾杯を推進しようという条例ができました。へえ、非常に不思議なのが、与那原には酒造メーカーはいないんですよ。あ、でもカープボーイさんが正弘酒造がもともとあったんじゃないんですか。あ、すごいすごい、正弘酒造今糸満にあるんですけど、それが元はここにありましてですね、そこはかなりバックアップして、沖縄で初めて青森で乾杯使用条例ができたんですよ、2019年ですね。で、それを勢いをつけてですね、県の酒造組合は県に県条例としての制定を求めてきたわけですね、はい、そうするとそこで、いや青森で乾杯するというのはこれはアルコール中毒の問題もあるし、未成年の問題もあるし、飲酒運転の問題もあるということでガタガタしてたんですよ、はい、なかなか審議が通らないうちにコロナの問題が発生しまして、そもそもこの青森で乾杯条例が話し合いに乗らなくなってしまったというのがありますね。へえ、はい、面白いですね。そういうふうな歴史がありますが、今日は京浜鉄道の話でした。はい、サイン札の提供でお送りしました。面白いから もっとなんかね話。あ、ちょっと次収録なんで。ありがとうございます。あ、CD。あ、これはそのままで取ります。頼みます。お願いします。来週で。ああ、すいません。